い、週刊人となりです。田村先生に来ていただきました。こんにちは。はい、こんにちは。2週目はですね、こだわりについて聞いてます。はい、はい、田村先生のこだわりは。はい、私のこだわりは、はい、メイクです。メイク、毎日する、はい、メイクです。メイクだってことなので、はいちょっとアップします。あまりアップにしないでいただいて。メイク、例えばどこら辺に。はい、私は一番こだわっているのは、うん、アイメイクで、あの、アイシャドウの色だったり、はい、あとはまつげのこう角度だったりとかをこだわって毎朝やっています。はいはい、まつげの角度。はい、まつげも、あの、私結構下がっちゃうタイプのまつげなんですけど、それを結構上げてこう目をパッチリ見せたりだとか、あとは、はいはい、あのアイシャドウですと、はい、あの、日によってこうエプロンの色だったりか、お洋服、プライベートでも洋服の色とかに合わせて、はい、私もこう結構色を変えたりとか、気分に合わせてオレンジのメイクにしたり、ピンクのメイクにしたりっていう風に、あの、変えたりして楽しんでいます。なるほど。はい、前回のね、野中先生、刺繍で、うん、はい、服に合わせてるっていうけど、はい、メイクでも、はい、若い人って合わせるのかね。脇に福士先生がいるの でも若いかどうかが福士先生が分かる。いや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 、あの、エプロンにこだわってるとかありますか。ないです。いい、おもりしなくて。ガラガラってなんないように、しましまでこっちがチェックみたいなのにはなるほど。はい、ギリギリ、あの、何にも関係ない延長グループじゃないってことを言いたかったので、一応こだわってます。はい、あの、こっちグループの若手グループだってことで、そこは否定しないとね。はい、ということです。ごめん、今日撮ってるのが実はもう、3時半。はい、はい、もうだいぶヨレヨレになりました。朝一で撮ればよかったね。いや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 、そんなことないんですけど。もうでも、はい、もうね、バッチリ笑顔をね、素敵な田村先生ですからね。はい、皆さんぜひ、あの、田村先生のメイク、できれば朝のうちですね。はい、朝の時に、はい、注目して、それで、はい、田村先生自体もね、そのメイク楽しんで、はい、はい、のいくも楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。